メテオサットとはヨーロッパ各国が欧州気象衛星開発機構を設立して共同運用している気象衛星シリーズである。世界的な気象衛星観測網を構築した全球大気研究計画に参加しており、2012年現在参加中の旧衛星のうち2つがこのメテオサットである。1983年から1995年までは、 ミティアサットオペレーショナルプログラム1995年から現在まではミティアサットトランジションプログラムという長期計画に基づいて運営されている。現在のメテオサットは2004年から運用が始まった第2世代である。打ち上げ前の第1世代メテオサットの外観写真。第一世代のミテアサット一からミテアサット七は欧州エリアで信頼性のある。 衛星データを提供するという地位を確立した。赤外、下詞、水蒸気の3種のイメージャーを搭載しており、30分間隔で観測を行って地上に送信した。また、受信データを地上局が船や航空機に再送する際の中継ポイントとしての機能を持っており、当時としては先進的な機能を取り入れていた。第一世代のメテオサットは、 アエロスパシアルの工場であるカンルマンドリュースペースセンターにて、同社及びマトラ、MBB、アレーニアエロナウティカ、マルコーニ社の5社から構成されるコスモスという合弁会社によって製造された。第1世代の衛星は直径2.1メートル、長さ3.195メートル、軌道上初期重量が282キログラムであり、 毎分100回転で自転するように設計された。ドイツ・ダルムシュタットの MSG コントロールセンター第2世代の衛星も、アエロスパシアルのカング・マンデル・スペースセンターにて製造された。受注したのは同社及びマトラ、メッサー・シュミット、アレーニ・アエロナウティカ。第2世代は、従来から目的としていた実況観測と数値予報向け観測を継続しさらに性能を向上させた。 また、気候研究を目的とした、ジャーブイメージャーも搭載した。メテオサットは、当初より、姿勢制御の方法として、スピン姿勢安定方式を採用しており、姿勢の安定性が弱点であった。第二世代ではそれを向上させる、設計上の改善がなされた。また、データの送信間隔も短くなり、伝送量も増強された。第二世代の衛星は、 直径3.2メートル、長さ2.4メートル、軌道上初期重量1100キログラムであり、高度3万6000キロメートルを半時計回りで毎分100回転で自転するように設計されている。最初の第二世代衛星はミティアサットマイナス8であり、2004年1月29日から運用を開始した。従来より搭載していた可視光赤外線イメージャーサビリーに加え、 ジャーブを新たに搭載した。サビリも観測チャンネル数が3チャンネルから12チャンネルへ強化された。2005年12月21日には、ミテアサットマイナス9が打ち上げられ、2012年7月5日には、ミテアサットマイナス10が打ち上げられた。2010年現在、ミテアサットマイナス6、7、8、9の4機が運用中である。 共に第一世代である6号機と7号機は、インド洋上空に配置されている。両機の性能はほとんど差がなく、メインで運用中のミティアサットマイナス7が30分間隔で、観測データを送信している一方、ミティアサットマイナス6は、そのバックアップと DCP 業務を行っている。6号機と7号機は、アフリカ上空に配置されており、ヨーロッパとアフリカをカバーしている。 ミティアサット -9 がメイン運用中で15分間隔でデータを送信している。ミティアサット -8 はバックアップとして待機すると同時にヨーロッパ駅で5分間隔のラピッドスキャン画像を提供している。今後の計画としては MSG-4 が2015年に打ち上げられる予定。ミティアサット -8 及び9はまた 非常用一指示無線標識装置から発信される 406MHz 帯の遭難信号を中継するコスパス、サストに参加しており、大西洋、ヨーロッパアフリカ地域を担当している。なお、ミテアサット -10 は、2013年2月15日に、ロシアのチェリャビンスク州に落下した隕石の画像を捉えていた。第二世代衛星を継承する計画として、2000年より、 第3世代の計画が立案されて議論されてきた。第3世代は2015年から2025年まで運用される計画である。2010年6月にはパレスアレーニアスペースが受注することが決定した。ありがとうございます。